どうも、ゲーム音楽家ボカロ P のライトと申します。実は私ですね、結構ねボカロ曲を作ったりしておりました。まあまあね人気だったりしたんですけど、あのベストアルバム作ったらですね結構燃え尽きちゃってですね、それからはボカロ曲作ってなかったんですね。私が曲を作ってた当時はですね、まだニコニコ動画全盛期でですね、発表の場って基本的にニコニコ動画、ついでに YouTube ぐらいの感じでした。あとは、同人 CD 作ってですね、ボーカロイドマスターとか、M3 っていうね、即売会に出るぐらいでしたね。これが2010年ぐらいです。それがですね、ついに今年、2022年の8月にですね、クリプトン製のボーカロイドの楽曲配信がルーター FM とチューンコア2つの配信ディストリビューターから可能になりました。こちらがチューンコアの記事。わかりやすく言いますと、クリプトンのボーカロイドキャラクター、例えば初音ミクとかカイトとかの名前をですねフィーチャリングで入れたり、あとは二次創作という形でですね、あのキャラクターの絵をですねジャケットに描けるようになったということです。これまでもですねボーカロイドを使った楽曲の配信はできてはいたんですよ。ただねそれは初音ミクとかですね、鏡音凛蓮とかですね、そういう名前を出したりキャラクターの絵を使ってジャケを出したりですね、そういうことをねしなければ使えたっていう条件ですね。つまりボーカロイドを楽器として使った場合ですね。いや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 、これまでもあったじゃん、初音ミクの曲とか普通に出てたじゃんと思ってるあなた、まあねそうあるいはするんですよ。ただねこれはねレコード会社経由とかですね、そのクリプトンさんの、配信サービスからリリースでですね、選ばれしボカロ P と人気曲だけだったんですね。今回配信可能になったというのは、あなたが作った曲が自分で Apple Music とか Spotify とか LINE Music とか AWA とかですね、そういう音楽配信サイトで流せるということでございます。まあ、他ね世界の主要な音楽配信サービスはもう網羅してる感じですね。素晴らしい。というわけでね、私も先日ボカロ曲の配信を始めました。うちはね幻想エアリーというね、男性ボーカロイド4人組アイドルユニットなんていうものをやっておりまして、鏡音蓮、カイト、そして檜山清輝にカムイガクポっていうね4人、クリプトン社、インターネット社、 AHS 社の3社ですね、3社にわたって作ったユニットだったんですね。これが配信できるようになりました。もう本当に素晴らしい素晴らしい。ちなみにかかるお金、配信のね1曲だけの配信は、ルータ FM で1380円、これがですね支払いは初回だけですね、1回払えば OK で、チューンコアが、年額ですね、年額で1551円ですね今で、これはね年間なので、毎年払わないといけない額になります。でその代わり、チューンコアは、売上 100% 還元ですね。ルータ FM の方は、売上の 80% 還元。ただボカロ楽曲の場合はボカロのこの制作会社の取り分があるんで、その辺はサイトでご確認いただければと思います。うちみたいに昔ボカロ曲作ってましたよみたいな人もね、この機会にね配信してみてもいいんじゃないかなと思います。 Spotify とか Apple Music とかでね、自分の曲がね、自分のボカロ曲がね聴けるっていうのはなかなかいいもんですよ。しかもね海外に配信されるんで、もしかしたらこう海外でのヒットとかね、そういうのもなくはないと思います。これを機にね、私ボカロ P も復活したいなと思っております。というわけでご清聴ありがとうございました。また次回。